どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はダウンロードコンテンツの一つワープマーカーをゲットして EX 瞬間移動の噂をコンプリートしてみたいと思います。EX 瞬間移動の噂にはミナッカレウマヤドになんか EX 増刊号が置かれているというふうに書かれています。で、僕、今、全体マップから見るとここら辺にあるミナッカレウマ宿に来ております。で、ここに来るとなんですけれども、ちょっと中に入ってみまして、そうするとこういう本が置かれているんですよ。読んでみます。で、読んでみるとなんですけれども、なんとなくね、どこに行けばいいのかっていう、まあ、ヒントが書かれています。でも答え言っちゃいます。どこに行けばいいかっていうと、全体マップから見るとここら辺にある、ローメイ島ですねに行ってやる必要があります。で、僕すいません、トゥカラの祠開放していますので、そこにワープしてみて、ワープいたします。はい、ワープしてきました。で、そうすると、目の前に、こんな穴があるんですよね。そこ落ちてください。ほい、で、落ちるとまっすぐ、進んでください。で、宝箱がまっすぐ進むと見えてきます。壁のあたりに、こいつですね。こいつ開けてみましょうか。はい、そうするとワープマーカーをゲットすることができます。はい、ミニチャレンジ EX 瞬間移動の噂コンプリート。で、このワープマーカーってこう大事なもののところにねあるんですよ。で、こいつをですね置くと、はい、例えば全く関係ないところに一回飛んでみましょうか。どこでもいいや。じゃあここ飛んでみましょうか。で、飛んでみてですね、ここから先ほどワープマーカーを置いたところに、ワープできるようになります。ワープしましょうか。ワープする。はい、というわけで今自分がいる場所に、ワープポイントを設置できて、そこに戻る、ワープすることができるようになります。はい、というわけで、今日は、ワープマーカーゲットすることができましたので以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。